州から帰ってきて、庭でバロンと遊んでます。お座り。はい、ワクチン接種の時はなんか水分をしっかり取ると、副反応が出にくいっていう風に聞いてたんで、今、水とか OS1 とかいっぱい買ってきました。じゃあこれからワクチン2回目行ってきます。はい、ワクチン接種してきました。で、15分経過観察して、もう何もなかったんでこれから帰ります。長野から、西澤さんのところのぶどうが届きました。これは何かな。よいしょ。うわ、大きい。すごいすごいすごい。あとで食べよう。あとで食べよう。ありがとうございます。今食べたいな。おいしい。おいしいよりもおいしいときなんていうの。うまいです。うまいです。おいしいよ。おいしい。10時なんですけど、めっちゃ元気です。ちょっとこれからまあ本でも読んで寝ようかなと思います。また明日どんな感じか撮っていきたいなと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。今のとこ副反応とかはほぼ出てなくて、まあ、腕がちょっと痛いかなっていうぐらいで、体温今測ったんですけど36度9、若干でもまあ平熱がちょっと高めなんで、まあ、全然熱もないかなって感じですね。今日は、ワクチン打った次の日なんで、別メニューになるんですけど練習行きます。帰ってきてお昼ご飯食べてました。で、ご飯食べ終わった後ぐらいからなんかまた暑いなぁ思って、熱測ったら、37度4分ぐらいまでちょっと上がってたんで、ちょっとこれから OS1 とか飲んで、水いっぱい飲んでちょっと休もうかなと思います。はい、はい、結構体熱くてなんかだるいなと思ってたんですけど、3、4時間寝たやらだいぶすっきり良くなりました。熱測ってみよう。どんぐらいかな。お、なった。おー、36度9だいぶ良くなってます。 OK。熱も下がって、だるさも、なくなって、めっちゃ元気になりました。で、なんかリラックスするのに瞑想するとすごくいいよっていう風に聞いて、これからな、オンラインでちょっと瞑想のやり方とかを教えてもらえるそうなんで、やってみたいと思います。じゃあやります。はい、瞑想終わりました。初体験やったんですけど、なんか
呼吸法とか、なんかその瞑想とか、そういうの、そういうののやり方を教えてもらって、なんかこれを続けて、なんかやってると、すごい健康とか、いろんなところに、なんかいい影響が出るのかなっていうふうに思うんで、ちょっと続けてみて、どんな風な変化が起こるのかちょっと試してみたいなと思います。いや、なんか面白かったですね。初めてやったけど、うん。じゃあもう明日も練習あるんで寝ます。はい、おやすみなさい。